こんばんは、旭川岡町内会の久保でございます。今日は旭川岡町内会緊急会議をですね、させていただきました。6月16日に、発議をして、本日6月28日に招集して、全招集のうち、7名の方が参加してくださいました。非常に有意義な時間を過ごすことができました。で、今回の会議はですね、多数決を取るものでもなければ、鶴の一声を探すものでもありません。あくまでも町内会の、ね、中心人物、役員の方をはじめとするキーマンのそれぞれの今の時点でのお考えを聞くために集まっていただきました。で、議題はですね、3つプラスもう1個4つあります。そのうちの3つだけ今日はお知らせしておきます。1つ目はですね、年間行事についてです。そして2つ目、町内会の備品の貸し出しについてです。3つ目は7月以降の10日に行われる定例会についてです。こちらの方でですね、皆さんからの意見を聞いてですね、で、いろいろと、全会一致ってものはありませんでした。やっぱりさすがに意見は分かれたり、分かれた意見の中にもそれぞれに聞くべき点とリスクヘッジをしなければならない点とかがあってですね、非常に有意義な問題に提起になったと思います。では1つ目、年間行事についてまずお知らせしたいと思います。現在夏祭りは8月に予定されていたんですけども、こちらはもう中止が決まっております。で、秋のふるさと祭り、これも11月なんですけども、もうすでにですね、自治連の方でやらないよということが決まってます。で、旭川町内会としましては、残された行事として敬老会と新春餅つき大会がございまして、これ皆さんから意見を聞いたところによるとですね、中止という意見もあり、なんとかやる方向で考えられないかという考えもありました。で、それをもとにですね、これから決めていかなくてはなりませんけども、今日結論を出したものではありません。あくまで現時点でのお話を聞いて、そしてこういう問題はね、時間が経つにつれてまた意見が変わったり状況が変わったりしますので、それに応じて最終的には私が決断しなければならないかなと思います。決断を私がいつするかによっても、いつしないかによってもっていうのは変な言い方ですかね。私がいずれにしても決断をするときには、皆様からのやっぱ、ね、最大限お声を聞かせていただいて、役員の方、それから、街すがらで、ね、散歩がてらに歩いていたときに偶然知り合った街の方に、雑談がまがいに、ね、聞いてみてっていうのをいろいろと総合して多数決で決めるものでもなければ、この人がこう言ったからそうしますというものでもなくて、あくまでもね、最終的には私の責任と権限によって決めさせていただくということになります。ただ最大限ね、どんな小さな声にでも耳を傾けて、一人でも多くの方のお考えに触れていきたいなというところは変わりません。それから敬老会と新春餅つき大会という2つの行事が残ったわけなんですけども、現時点ではですね、どちらの意見もありますので、繰り返しますけども、結論を出すものではありません。これからも検討に検討を重ねて、何もかもね、やめてしまうのもどうかなと思うところもありますし、もしかしたら本当に何もかもできなくって、来年以降に、もしくはね、譲る可能性もあるということを今日の時点ではお伝えさせていきます。これはね、誰かが結論を出せるものでもないですし、誰かが答えを知っているものでもありません。多数決で決めるものでもなければ、誰かがこうしようと言ったからみんなそうするというものでもないんでね、非常に決断の難しいものだなと思います。例年ならいつもやってるからやるでいいんですけども、今年はですね、これ不安を感じる人と不安を感じない人と温度差もありますしね、条例的、法的、そういった拘束がないだけに私たちが決めていかなくてはならないのかなってことですよね。また話し合いを繰り返していこうと思います。2番目、町内会備品の貸し出しについてです。現在ですね、町内会でお貸しできるのは軽トラックだけなんですよね。で、これにはサインをしていただくことと、利用に対しての料金が発生すること、これを書面で確認して鍵をお貸しして、利用が終わったらお金とともにお返しいただくって形を取ってますけども、それ以外の備品についてはですね、これも結論が出ました。結局何を貸し出す時でも、その受付をする人、誰の権限で貸したか、そして貸し出が起きた時にどういう責任を取るかっていう問題がありますんで、はっきり言ってね、手が足りないということなんで、軽トラック以外は貸し出しがちょっとできないということになりますね。何々を貸してくださいって言っても、それを立ち会って貸す時のチェックする人とかね、で、それを返してもらう時に確認する人とか、それから例えばなんかね、機械を貸したとして、そこで事故が起きたら誰が保証するかっていう問題もあります。
そうなるとちょっと町内ではね手が出せないので、町内会の備品に頼っていいのは今のところ軽トラックだけかなというところでございますね。で3つ目なんですけども、7月以降の定例会について私は通常通りやろうかなと思っていたんですけども、あれから状況も変わりましてね、これはまだ様子を見た方がいいなと、で町内会館ってあれだけの面積に、30数名40名がひしめき合いますんで超3密になるわけなんですよ。それでもやろうとすればあるんですよ、やり方は。例えば3つの班に分けて20分ずつやるという形ですよね。人数入れ替えでやるってこともあります。時間はかかりますけどもできると思います。ただ現時点でほとんどの行事が止まっている中で皆様にお伝えしたりとか話し合うものっていうのは基本的に今ないんですよね。ないんで、まあ回覧板のネタだけ持って帰っていただいて、あとは文章のやり取りでことが足りるんではなかろうかということで今日は落ち着きました。ですので7月の10日も通常の定例会ではなくてですね、回覧板のネタをお渡しして、それから各運営部の方には、特に用事がないと思いますので、ね、重要な報告がある場合は書面で私の方にお知らせいただければ私の方から皆さんに通達しますので、そのような形を取らせていただくと思います。ということでね、今まで通りの運営ではないです。町内会は状況に合わせて私の責任と権限で、活動の形をね開始させていただく中で、今日は役員の方とも話し合ってベストな形を取るということによって、7月10日の定例会は回覧板の配布にとどめさせていただこうかなというところでございます。これが、ね、いつまで続くのか分かりませんし、もしかしたら町内会っていうのは定例会みたいなところでね集まんなくてもいいんじゃないかなっていうところもあります。ただそうは言ってもですね、重要なこととかどうしても言葉で集まって伝えないといけないところがありますので、それにつきましては瞬間的に短時間で集まって通達する、意見を交わし合う、もしくは区長さんではないかもしれませんけども、ブロック長さんはじめとする役員の方で今日みたいにね集まって結論を出すみたいなことになるかもしれません。申し訳ないですけども、2020年はねこういうふうなどなたも答えを持っていないような状況の中で、それでも時間が経つ中でこう決めていかなくてはならないことがありますんでね、それにつきましては通常とは違う形で申し訳ないんですけども進めさせていただくという形になります。来年以降ベストな形がもしね取れるようでしたら、来年以降の会員さん役員さんにお任せすることになると思いますけども、今年につきましては最大限知恵を絞った結果、今のところはこうするしかないかなと思ってます。でその他の議題なんですけども、これがあります。ちょっとこれは何かというと、町内会館についている固定電話の利用料金を集めたものなんですけども、昨年の実績で固定電話3万円以上出費が出てます。利用実績はゼロです。これどう思われます？多分ね2年3年前も同じなんですよ。5年前も一緒なんですよ。10年ぐらい前だと町内会館の固定電話は使われてたかもしれませんけども、私は記録を存じ上げておりません。ただ私の知る限り町内会館の固定電話が使われた形跡がないことと、今時代は携帯電話を持っていらっしゃらない方いないんじゃないかなと思うんですよ。ということで町内会館の固定電話いらないんじゃないかなと思います。この辺につきましても今日聞き取りをしましたら、一つを除いてはいらないという意見でどうやらまとまっていきそうです。一つっていうのは何かっていうと、災害時に町内会の会館に集まった時に固定電話がないと困るんじゃないかなっていうところですよね。でこれにつきましては確かにそれも聞くべき点が大いにあります。ただこう考えることもできるということで私はお話しさせていただきました。町内会館に固定電話がなくても緊急時非常時なら近所の方が貸してくれるだろうと思うんですよ。それからですね、固定電話がダメになっても携帯電話では災害伝言ダイヤルっていうのは生きてます。114だったかな。そこではちゃんと電話通話もできますし、それからですね LINE 電話っていうのがあるんですよ。これはインターネットが潰れない限り電話回線が潰れても使えますんで全く通話には困らないかなっていうことですよね。それから災害用の公衆電話が小林相談役が言うにはあるそうなんで、そこでかければいいということにもなります。ということで固定電話がなくなってもやりようはあるっていうことなのかなと思います。それからですね、こういう考えもあります。携帯電話って誰もが持ってるもんじゃないでしょ、そう言われたらね結構そうだなと、携帯電話持ってない方のためにも固定電話があった方がいいかなっていう考えにもなるんですけども、逆にですね誰もが固定電話を契約してるわけではないんですよ。今の時代携帯電話持ってるけども固定電話を持ってないっていう人の方がこれからはね増えていくと思いますし、現時点で
固定電話を最初から持ってない方っていうのは若い方中心にいるわけでありますから、そう考えたら誰もが固定電話、誰もが携帯電話を持ってるわけじゃないよっていうのと同時に、誰もが固定電話を持ってない、持ってるとは限らないよっていうのが併存してるわけなんですよね。それもちょっと考えていかないといけないかなと思っております。で、残り3つの議題についてもお話し合うことができました。1つはね、ちょっとここではお話ししない方がいいかなと思いますんで、ちょっとこれは伏せさせていただくのが1つ。もう1つは、保険ですね。町内会でずっと慣例的に毎年10万円ぐらいの任意保険に入っておりました、旭川町内会でね。でも福山市で、半ば強制的に加入している保険がありまして、これは旭川町内会としては実質無料で入っているような保険です。で、この福山市で入ってくださっている旭川町内会の保険と、旭川町内会が独自に入っている任意保険、ね、これはカバーする範囲がほぼ一緒ですということなんで、実はですね、こういう言い方するとちょっとね、以前まで町内会の責任者をやってた方には非常に失礼になるかもしれませんけども、町内会での任意保険入る必要がなかったんではないかなと思ってるんですよ。で、福山市の保険が旭川町内会をカバーしてるとしたら、本当にね、いらないんですよね。で、今までも旭川町内会で独自に入っている任意保険が使われた実績がちょっと私の知るところないんですよね。で、逆にですね、福山市に入っている保険に使われた実績が2つあるんですよ。これが何を意味するかっていうと、2つの保険に入ってるんだったら別に二重請求してもいいわけなんですよね、両方の保険に。でもなぜか事故が起きた時は旭川町内会の任意保険には請求を出さずに、福山市の保険には請求を出しているということでね。ってことは、どうせ請求しないんだったら入んなくてもいいんじゃないかなっていうことと、この任意保険入んなくても福山市の保険がしっかりカバーしてるんだったらいらないんじゃないかなというところなんですよ。で、この問題根本的なところ、福山市の保険に入ってるっていう事実を知らないままずっとこの運営されてるということと、あと一つはね、この任意保険なんですけども、前の年度で入っていたから申し送りの中でこれ任意保険だよって言ってから、もう契約書読まずにパッと入っちゃったっていうのもあるのかなと思うんですよ。で、今回私ね、保険を細かく読んでいったから分かったんですよ。細かく本当は読まないんですよ、めんどくさいからね。でも読んでみると、あれ、福山市も保険入ってるなってことに気づいたんで、自治連会長に確認したら、町内会で入る必要ないんじゃないのみたいなこと言われて、で JFE の方にね、任意保険の方に確認したら、唯一想定されるのが夏祭りでおみこしを町内でぐるぐる回る子ども会、あれは実は道路の選挙にあたって、今までは町内の方が夏の風物詩じゃないってことで善意で見てくださったんですけども、当然ですけども旭川町内会の中には町内会員じゃない方もいらっしゃるんですよ。例えば通りすがりの道路を使ってる自転車の方とか車の方ね、そういう方にしてみたら、おみこしが行動をですね、わっしょいわっしょいってやってるのは夏の風物詩であるのと同時に邪魔だなってことなんですよ。邪魔だなならまでいいんですけども、そのおみこしと町内とは関係ない方が事故った場合って何が起きるかっていうと、この任意保険以外にカバーしてるものがないんですよね。ですから無理やり考えれば、おみこしのために任意保険に入っているとも言えなくもないんですよ。で、当然ですけども、これからおみこし回りますかね、子ども会復活しますかねってことを考えたら、多分この可能性ないんですよ。ということで、旭川町内会の任意保険は今のところ、入ってない状態です。でも福山市の保険が全てカバーしているので、特に皆さんの活動に問題はありませんということですね。で、来年になったらまた別の判断があると思いますし、保険の条項っていうのは変わりますんで、来年の担当者の方は保険に入るかどうかを契約書を見ながらね、決めていただければいいと思います。私の今のこの段階では二重に入る必要はないですし、今までの旭川町内会のこの二重保険の状態を見ても、実は入らなくてもよかったんじゃないかなと思うぐらいですね。これ年間10万かかってますんで、10年で100万ですからね。ただ、利用規約が去年以前はどういうものだったのか私は分かりませんので、去年までは両方入る必要があったのかもしれません。大事なのは習慣的慣例的に契約を続けるってことなんですよ。ですので、やっぱり大変ですけども、一通り契約書はこういった公のものを預かる以上は確認しておかないといけないなと。その上で必要だと思って新規で入る分には、やっぱり皆さんの倫理を問わなければならないですし、今回みたいに、今まで入ってたみたいだけども、これよく見たらいらないんで入りませんよっていう時でも、皆さんの許可がいるかなというところでございますね。ということをたまに話し合う機会を持たせていただければなと思いますけども、今日は
有意義なお話ができて、決めれることは決めれましたしね、それからもうちょっと検討が必要なことはさらに検討を進めていこうかと思います。という感じで今日の旭川町内会の役員緊急役員会議は終了でございました。以上です。今回のね、お話聞いていろいろと皆さんのところにもご質問が浮かぶと思いますので、何かね、ご意見、でお叱り、それから要望こういうのがありましたらぜひね私の方に文章でお寄せください。中にはね電話をして話してくださる方もいるんですけども、電話切った瞬間私忘れてますんで、で言った言わないになってもいけないんでね、やっぱり文章でお寄せいただくのを基本にさせてください。本当に申し訳ないんですけども、電話っていうのは相手の人がねいつも暇ならいいんですよ。でも電話いきなりかかってきて困る時ってあると思うんですよ。例えば運転中ですとか目の前の人と話してるとかね。ある方に聞いたんですけども、夫婦喧嘩をしてる時に電話がかかってきて出てみたら、そっちからも怒られたみたいなね、そんなご主人がいらっしゃって、電話かけるのも考えもんだねみたいなこと言われてたんですけども、電話しか連絡手段がない時はしょうがなかったんですけども、今はね電話以外にもファックスでもいいですしね、ちょっとこう文章を書いてポスティングしていただいてもゆっくり見れますし、で特にね名前を書いてくれとは言いません。匿名でいいんで、どういう問題点があってどうしてほしいのかってことが書いてあるとすごくね決めやすいですし、議題にも上りやすいんですよね。だから電話かかってきてこんなこと言ってたっていうふうに人に伝えるのって結構難しいんですよ。記憶が間違っていたりとか捉え方が曖昧だったりとかね、ですのでやっぱり基本的にはお互いに文章でね形の残るもので連絡し合った方が町内会に関してはいいんじゃないかなと思いますよね。一心伝心がいつもできればいいんですけども、なかなか私の技量では難しいところがありますんで、ポストの中にねたくさんご要望を入れていただければと思います。もちろんね口頭で私のことを叱り飛ばしたい方はこれからもね来ていただければしっかりと受け止めさせていただきます。本日は以上でございます。これからもよろしくお願いします。